戸川雅子は、日本の推理作家、シャンソン歌手。1931年、東京市に生まれる。東京都立地と石油高等学校中退。戦争で父と兄を亡くし、戦後は、母と二人で、女性専用の同順会大塚女子アパートに入居。伊藤忠商事の英文タイピストの職を経て、1957年頃からは、シャンソン歌手として、銀パリに出演するようになる。 これは、銀パリの素人飛び入り企画で、アルトで歌っている戸川を見た、三輪明弘が、バンドマスターに、レギュラーに加えるよう進言したのがきっかけだった。1962年、戸川自身が住んでいた、大塚女子アパートを舞台とした、ミステリー、大いなる幻影で、第8回、江戸川乱歩賞を受賞。銀パリへの出演の合間に、楽屋で書き上げた、長編小説であり、 その経歴や女流作家としてのキャラクターが受賞時に注目される。翌1963年には、良人日記を発表、直木賞候補となる。夜ごと女性をすなどり、その様子を日記につけていた男性に起こる、連続殺人事件というストーリーが話題となり、ベストセラーになった。1964年に、良人日記が日活で映画化された際には、 外川も女優として出演した。以後は流行作家として100タイトル近い作品を発表。深い失速をはじめとした作品は世界8カ国語に翻訳された。また、テレビドラマへの出演をはじめ、タレントコメンテーターなど多岐にわたり活動する。1977年46歳の時に高齢出産を経験。当時の芸能人。 文化人の最高齢出産記録としてマスコミに取り上げられ大きな話題となる。音楽活動においては1975年に亡くした愛、また翌1976年にはインモラル物語と2枚の LP を発表。この2枚は2006年に復刻され CD 化されている。2005年約30年ぶりにラストチャンスキャバレーを発表した。二千十三年には 長男との初の共同名義アルバム、商売やめとを発表した。2014年3月3日に放送された、私の何がいけないのの取材により、自宅が長年にわたって、ゴミ屋敷の状態と化していたことが発覚した。中には、消費期限が10年以上も過ぎた食べ物などもあった。そのため、延べ4日間を要して、大規模なゴミ整理作戦が実施された。 2016年4月26日午前5時47分胃がんのため死去85歳没1965年に戸川の姉が開いた喫茶店を前身に1967年場所を現在の東京都渋谷に移転携帯を喫茶店から酒場へと変更するその後33年もの間シャンソニエサロンとして三島由紀夫中西彩 三輪明弘、川端康成などの文化人をはじめ政界、財界の名士たちから愛された。2000年12月、内部の老朽化に伴い、リニューアルオープン。若者がバンド演奏やダンスなどのパフォーマンスを行うライブハウスの要素を取り入れたシャンソンバーとして再出発する。毎週月曜には、銀パリの流れを受け継ぐ、月曜シャンソンコンサートを開催した。 2010年に閉店。ありがとうございます。